創業100年以上の食堂で、駐車場へ入ることすら困難な人気店の激安ラーメン定食、気になりますよね。キネマ食堂に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。JR 東海道線掛川駅から徒歩13分、住宅などが多い場所にある食堂。歩くのなら天竜浜名湖鉄道、掛川市役所前駅からの方が、3分ほど近いです。掛川中央小の比較的近く。ラーメン店だと、私もコメントさせていただきました。ピアノ究極のラーメン2021年度版。第3回究極のラーメンアワードで静岡県内グランプリになったお店、麺屋サスケ本店。こけし兄さんと呼ばれる店主が、独特すぎる家系ラーメンの店ジェットや、がっつり二郎系の麺屋三丁目などがあります。キネマ食堂は大正15年創業で、もうすぐ創業100年になります。ラーメンが食べられる店としては静岡屈指の老舗ですよね。ちなみに100年を超えているラーメン店は県内だと藤枝朝ラーメンの元祖丸中、静岡浅間通りにある第二美濃屋など。キネマ食堂は最初カフェとして営業を始め、2代目の頃からいろんなメニューが増え、3代目の現在、定食やラーメンなどの麺類、夜の居酒屋的なメニューまで品数を増やしています。夜は店舗裏で夜のみ営業するキネマ屋があります。高級オーディオ機器で音楽を聴きながらお酒などが楽しめます。1日1組限定なのだそう。こちらも行ってみたいです。先日お邪魔したことら屋ですが、お店のインスタグラムにいろいろコメントが載っていました。少しでも静岡県内のラーメン店が盛り上がってくれれば嬉しいです。母親と同じ年齢くらいのおばあちゃんがラーメンを作っていたら応援したくなりますよね。今後も楽しみなお店でした。実はキネマ食堂に行った後、ことら屋に向かったのでした。同じ掛川市ですからね。キネマ食堂は外観は昔からある食堂という感じで、店頭にはおもちゃや植木などが置いてあり、このごちゃごちゃ感がたまらない。私が10年以上前にお邪魔した時とそんなに変わっていないと思われます。駐車場は店の前に数台分、他にも少しあるようなので、詳しくはお店の方に聞いてください。満車で車が止められないことも多く、人気のほどが伺えます。静岡県掛川市下又173。このごちゃごちゃ感がたまらない。木彫りの熊は家にあったやつと同じ大量の猫。おもちゃまで。静岡出身の商店の司会者でもある春風亭昇太さんのサインもありました。店内も期待通りノスタルジックな雰囲気。カウンター席とテーブル席、小上がり席もありました。
こちらもいろんなものが置いてあり、レトロ感が半端ない。雰囲気だけでも大満足です。訪問寺ラーメンは520円。ラーメンカレーセット。ラーメンチャーハンセットは830円と全体的に低価格。定食類やセットメニューも充実しています。夜は夜専用メニューもあるようですね。ラーメン定食。お盆の上には魚フライ、冷ややっこ、パスタ、ペンネ、漬物、ご飯、ラーメンがあります。思うまい店に出てきそうな、小鉢がたくさん乗る状態。これだけでワクワクして、嬉しくなりますよね。血糖値の急激な上昇を、少しでも防ぐため、まずは野菜からいただきます。いつものことですけどね。ラーメンのトッピングはナルト、ネギ、チャーシュー、メンマなど。スープは醤油の味わいがやや前面に出て、豚の香りが強いものですが、飲むとホッとするものです。やや甘みを感じました。豚ガラと野菜などで取ったもので、すっきりしながらもコクがあります。青い光は室内の装飾のうちの何かでしょう。ミステリアスな感じです。醤油だれはチャーシューの煮汁が使われていて、醤油の風味もいいですね。中太麺はやや縮れたもの。加水率はやや高めで、もちもちしています。あまりパツンパツンした麺だと、このスープには合わないでしょう。チャーシューは豚もも肉で、2枚入っていました。歴史を感じるラーメンなのです。これが昔から愛される、ラーメンなんだと思うと感動的です。フライはコロッケだったり、アジフライだったり、いろいろ変わるようで、この日は白身魚でした。ソースをかけていただきます。外はサクサク、中はホクホクふわふわで、ご飯が進みます。ペンネはミートソースのような、味付けがされていました。ラーメン定食を頼むと、ペンネがついてくるって、初めてかもしれません。冷ややっこもちょくちょく変わるようで、この日は何かの茎が入っていました。ラーメン定食も細かい部分が、いろいろ変わるようで、お客を飽きさせない努力を、常にされているのがわかりましたよ。それにしても、このボリュームで、このお値段には本当に恐れ入ります。昔から超人気店なのも納得ですね。満腹セットは味噌一口カツ、鶏から揚げのタルタル丼と、ラーメンのセット、次回はこちらも食べてみたいです。もうすぐ創業100年を迎える、こちらのお店。こういう歴史があるお店は、これだけ続くのに何かしらの、理由がありますよね。若い人から年配の人まで、幅広い年齢層の人が来ていました。女性のお客さんも結構多かった。ぜひ一度は行ってみてほしいお店です。静岡県掛川市のキネマ食堂。大正15年創業で、もうすぐ創業100年。外観は昔からある食堂という感じで、店頭にはおもちゃや植木などが置いてあり、このごちゃごちゃ感がたまらない。最初はカフェとして営業を始め、2代目の頃からいろんなメニューが増え、3代目の現在、定食やラーメンなどの麺類、
夜の居酒屋的なメニューまで、品数を増やしています。店内もいろんなものが置いてあり、レトロ感が半端ない。雰囲気だけでも大満足です。訪問寺ラーメンは520円。ラーメンカレーセット、ラーメンチャーハンセットは830円と全体的に低価格。一番人気は多分ラーメン定食。満腹セットも気になります。ラーメン定食を注文。ラーメンのスープは醤油の味わいが前面に出て豚の香りが強いもの。醤油も主張しています。中太麺は縮れていてもちもちしています。こんなボリュームで730円はありえない。値段も味も雰囲気も大満足なのです。